よいしょ。こんな感じで、いいんじゃないかな。はい。ということで、こんにちは。こんにちは。まあいいや。ツインです。ホバギーの方ですね。キューキットを作ろうの、コーナーでホバギーを作ってたんですけど、今回3回目ということで、やっと完成をして、完成のね、お話をしようと思うんですけども、本当はですね、もう仕上げの直前の作業とか、あとこの今回このフィギュアがついているので、このフィギュアの、塗装の仕方とかを、特にこういうちっちゃいね、ちっちゃいフィギュアの塗装の仕方とかを、動画に入れようと思ったんですよ、3回目の動画に。でもね、これを入れると軽く30分は余裕で超えちゃうんですよね。なので、まあ今回はとりあえず、こんな感じで塗り分けましたよっていう、あとこんな風に塗りましたよということで、話をして、完成のレビューをして終わると思います。ちょっとまあ何分、それでも多分10分以上にはなる動画になると思うので、まあ、よかったら最後まで見てください。というわけで、今ね、綿棒でこうコス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 こう擦ってたと思うんですけど、こうやってね、これは何をやってたかというと、ウェザリングマスターで、ちょっとね、こうドライブラシというか、汚れというか、ハイライトというか、というのをつけてました。で、これが、わかりますかね？これも色を塗り分けして、完成してあります。ちょっとね、拡大しているので、実物だとね、ほんと指の、そうだな、第一関節、第二関節ぐらいよりもちっちゃいよね、ぐらいちっちゃいものなので、肉眼で見ると、正直気にはならないんだけど、こう拡大するとさすがにやっぱりこう、この墨入れをしたところとかがちょっとね、どうしてもこう、目立っちゃうんだけども、肉眼で見ると大したことはないと思います。で、こうやって細かい、本当にね、小さなものなので、細かいこう塗り分けとか、まあ大変だと思うんですよね。慣れてないとね。なので、そういうものとかの動画も本当は撮りたかったんですけど、ちょっと本当にそれを説明してると長くなってしまうので、特にこういう顔のね、一応顔、ね、表情をつけて書いてありますけども、まあこんなね、風に仕上げましたということで、今回は、まあちょっとね、お茶を濁そうかなと思います。また機会があればちゃんとフィギュアの方もね、別のものでやろうと思います。で、本体の方も、まあ、今回のコンセプトは、まあ、1回目の動画から見てもらえれば分かると思うんですけども、水性マーカーですね。水性マーカーを使って、まあラッカーだろうが水性の塗料だろうが、その筆塗りではないんですね。このちょっとローターだけはちょっと広かったので、筆塗りも使ったんですけども、それ以外はすべて、マーカーです。この座席のね、こういうところも全部マーカー。で、フィギュアはまた全然もう今回は別物と考えてください。この本体に関しては、今回水性マーカーで全部仕上げました。どうですかね？結構質感はうまい感じで、いい感じで出てると思うんですけども。ね。ということで、完成となります。ちょっとね、かなり最後の方はしょってしまってどうかなと思うんですけども、一応これで完成です。で、今回この、まあ、ザブングルのこの48分の1スケールを作って思ったこととか、あと、このザブングルのキューキットのシリーズ全てに言えることなんですけども、それぞれの、キットには、そのスケールに合わせたフィギュアがついてます。パイロットフィギュアだったり、まあ、こういう、同じスケールのフィギュアがついてるんですけども、ですね、全体的に言えるのが、フィギュアが小さすぎます。うん。実際、どっちが大きくてどっちが小さいのかわからないんですけども、この本体、ホバギー、わかります？このホバギーの大きさに対して見ると、フィギュアが小さすぎます。ホバギーのね、箱を見てもらえばわかるんだけども、ちょっと待ってね。またね、ホバギーの箱を見てもらったらわかるように、見てください、これ。この、乗ってるジロンとか、横に立ってるラグとかも、相当、違和感がないというか、まあ、バイクぐらい、現実世界でいうところの、バイクぐらいの大きさなんですよね。なのに、これが、見た感じ、航空機なんですよね。
大きさ的に。で、どちらが正解かはわからないんですけども、見た感じ、こう絵面としては、やっぱりこう人、人物、フィギュアの方が大きい方が、いいんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、これはホバギーなんですけども、他の、よいしょ。これギャロップタイプ。これギャロップタイプなんですけども、ギャロップタイプにもフィギュアが確かついてたはずです。はい。ここにフィギュアがついてます。これは100分の1ですね。100分の1のフィギュアがついてるんですけど、これも、ちょっと見えるかどうかわからないんですけど、この完成画像を見てください。ここ。もうさ、豆粒。小さすぎるんですよね。ギャロップ、まあ、ザ・ブングルの世界観って、今の、なんとかリアル社会で言うと、その重機っていうのかな？そのユンボとか、ユンボって伝わるかな？ショベルカーね。ショベルカーとかブルドーザーとか、そういうものがこう、戦闘してるっていう世界観なので、こんなにね、メカとしてロボットっていう感じじゃないですよね。ロボットのコックピットにパイロットが乗ってるというよりは、重機を操縦してる、その辺のおじちゃんみたいな感じのイメージなんですよ。なので、で、この、やっぱりこちらの絵を見て、これちょっとパイロット乗ってませんけど、このヘッドレスト、座席のヘッドレストが映ってると思うんですけども、このヘッドレストから行くと、やっぱり人物って多分この足の、このぐらいなんですよ。足のこのちょうど膝ぐらいまでの高さのはずなんですけども、完成見本の、あ、ここ乗ってるか。完成品見本見ると、ほら、もうすごくちっちゃいの。だから、逆に言うと、これ100分の1なんだけども、例えば72分の1のフィギュアとかを、72分の1のね、フィギュアとか、長谷川さんとかでクルーセットとかで売ってるので、そういうのを改造して乗せてやったりとか、あとこのホバギーに関しては、35分の1の、タミヤさんとかから出てる、ね、兵隊さんのフィギュアとかをちょっと改造して使ってみた方がいいのかなという感じです。ちょっとそこだけが残念かな。ただ、メカ、こういうメカ表現に関しては、すごくね、風合いというか味があって、とてもいいデザインだと思います。また、またね、この面白いよね。ザブングルってさ、イラストとさ、イラストに描かれてるものとさ、この中に入ってるキットのものが全くデザインが違うんだよね、これ。見てもらったらわかるけど。全然違うんだよね。なんか似て非なるもの。ただ、逆に言うと、いろんなバリエーション、自分でね、こう手を加えて作ったりすることもできるので、ぜひですね、ザブングルのキット、ホバギーに限らずですね、ギャルップタイプとか、トラッドイレブンとか、いろんなのが出てるので、出てるけど買えるかな。もし買えた時はですね、ぜひ、楽しんでいただけたらなと思います。はい。な感じです。というわけで、非常に試みとしては、今回は、何回も言ってますけど、水性塗料で、筆を塗りでもなく、エアブラシでもなく、それなりに仕上げることができるんじゃないかなという試みでやってみました。いかがだったでしょうか。まあ、賛否あるとは思いますけどね、こういう作り方ってね。でも、プラモデルって、いろんな作り方があったり、いろんな楽しみ方があるので、よかったら一つの参考にしていただければ幸いです。ということで、ちょっと駆け足で、話をしてますけども、こんな感じですかね。はい。ということで、また次回、別の旧キットを作ろうと思います。まだちょっと次回何を作るか決まってないんですけども、もしなんか、キット、こういうの作ってほしいみたいなキットあれば、ぜひコメント欄とかに書いていただいたりしていただけたら嬉しいです。じゃあ、終わりますかね。非常に楽しかったですね。ちょっと動画の作成はちょっとね、時間かかっちゃったんですけどね。制作自体はすごく楽しかったです。では、皆さん、次回別の動画、もしくはニコニコの方でね、生放送もたまにやってますので、よかったらニコ生を見に来てください。はい。じゃあ、皆さんよかったら、また遊びに来てください。バイバイ。あ、チャンネル登録と、まあ、よかったらいいねボタン押しておいてください。バイバイ。またね。いや、ちょっと、あれ、間が空きすぎちゃったね。